どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。今回はね、ニューヨークの豆知識というテーマでね、お送りしていきたいと思います。私がですね、ここ6年、7年で、ニューヨークもう10回以上行ってるんですけども、その中で、ね、得た知識なんかをね、皆さんにシェアできたらなと思って、今回動画を撮っております。で、まず、カンペを見ながら説明させていただきますけども、全部で10個あります。まあ言い出すとね、キリがない部分もありますんで、まあ、ひとまずね、まとめて10個ババッといきたいと思います。まず第一に、高額紙幣は使えない。まあ使えないってわけじゃないんですけども、使えないところがあるってことは押さえておいてください。というのも、ニューヨークはですね、まあ日本でまず説明すると、少額決済100円、200円で、1万円で出す。普通ですよね。日本では全然普通なんですけども、ニューヨークの場合、使えませんって拒否されること全然あります。私自身も全然最初知らなくてね、そういうことを、そういうふうに、ね、支払いをして、拒否されたこともありますし、高額紙幣使えませんって言われ、直接言われたこともありますし、首を振られたこともあるということで、高額紙幣をね、少額決済の時に高額紙幣出されると、使えないことがあるということだけ頭入れといてください。あと、自動販売機。まあ、基本的にニューヨークで使う自動販売機っていうのは、まあ、チケット系がほとんどだと思うんですけども、特にね、一番最初に利用するやつは地下鉄のチケット。まあ、このチャンネルでも、動画出しておりますけども、あれ、機械もですね、9ドルまでだったかな。お釣り決まってるんですよ。お釣り決まってるって結構衝撃じゃないですか。9ドル以上出せませんって書いてあるんですよ。そんなことありますって思うと思うんですけども、私も最初思ったんでね、実際にあります。ですので、少額決済の場合はね、それに近い金額をね、払えるように、私のおすすめとしては100ドル札、50ドル札ですね。一番敬遠されるのは、そこはね、もう持ってかなくてもいいんじゃないかなと思うぐらいの、基本的に、メインのお札は20ドル札をたくさん持ってって利用するっていうのは一番楽なんじゃないかなと思います。もちろんね、100何十ドル使って100ドル札出すのは全然 OK なんですけどもね、まあ、そんなに使う場面があんまりないっていうのと、ニューヨークっていうのは本当にお水を買うだけでもみんなクレジットカードを出すぐらいキャッシュレス化が進んでまして、現金しか使えないってお店は、基本的に有名なところで言うと、ピーター・ルーガーのステーキハウスと、グリマルディーズっていう、世界一美味しいピザと言われているグリマルディーズぐらいですかね。それ以外で、たまにランチの時間帯は現金しか使えませんみたいな、っていうところあるんですけども、あと、思いつく、あとカッツですね。パストラミの有名なカッツ。その3点だけ、クレジットカード使えないですね。ですので、まあ、それ以外のところでは、基本的に、クレジットカード使えますので、まあ、そんなに高額紙幣は私のおすすめとしては持ってかなくていいんじゃないかなと思います。ですので、基本的に、まあ、20ドル札メインで、あと10ドル、あと1ドル札はね、多めに持っていくことをおすすめします。まあ、というのも、まあ、チップでね、1ドル札はすごい使えますので、まあ20ドル、10ドル、1ドルみたいな感じで、まあ20ドル札大量に持ってって、で、あとは1ドル、10ドルみたいな感じで利用するのが一番楽なんじゃないかなと思います。まあちょっとかさばりますけどね、高額紙幣がね、結構拒否されるっていうのはね、頭入れといていただいた方がいいかもしれないですね。で、次にマスク。マスクに関してはですね、本当にここ2、3回でちょこちょこしてる人街中でも見るようになったんですけども、飛行機とホテルは別にもう気にしないで使っていただいて全然大丈夫だと思うんですけども、街中ですね、アメリカ自体、まあ、ニューヨークに至ってはですね、基本的に、まあ、アメリカ全土かちょっと私は分かんないんですけども、ニューヨークに至っては、マスクっていう文化がもともとないので、予防するためにつけるっていう文化が基本的にないので、マスクつけるっていうのは基本的に、重病者、すごい病気が重い人っていうイメージで解釈されますんで、まあそういう意味で、
つけてるとその重病者に間違えられるっていう可能性が結構ありますんで、そういう意味ではマスクちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。でもまあ私も 2,3 人ここニューヨークでに 2,3 人見てますんで、街中でマスクつけてる人、まあちょっと一概には言えないんですけども、まあそういうふうに見られるかもしれないっていうことなんで、まあどうしてもっていう方はまた話は変わるんですけども、まあそういうのがあるよってことだけ頭に入れといていただけたらいいなと思います。で、三つ目はぼったくりですね。ぼったくり。ニューヨークは未だにぼったくりすごい多いです。一番多いのは白タク。白タクのぼったくり。特に JFK 空港からマンハッタンまでの空港のぼったくり。一番多いですね、タクシーで。ですので、白タクね。まあ基本的に自分が手配しているウーバー、リフト。もしくは、イエローキャブ。まあ、イエローキャブっていうぐらいなんで、タクシーは黄色いですので、そのタクシーに乗れば基本的に大丈夫です。で、空港でも探す場合はタクシーの看板ですね。まあ、駅とかに、普通に日本の駅とかにあるような、ああいうタクシー乗り場の看板を見て探して、タクシーに乗る。そこだけ、注意してくれれば、白タグに引っかかることはないと思います。で、すごい声かけてきますんで、タクシー、タクシー。で、なんか、ウーバーの画面をね、この前僕見せられたんですよね。僕はただ単にタクシーを探してたんじゃなくて、ただ単に外で景色を撮ってただけだったんですけども、タクシー、タクシーっつって、ウーバー、ウーバーっつって画面僕に見せてきたんですよね。おそらく、ウーバーだから安心して乗っていいよっていう意味だと思います。ちょっとわかんないですけどね。多分それしかないと思いますんで、それも白タグですんでね。基本的にタクシーは自分の手配したもの、もしくはイエローキャブを利用してくださいね。JFK からマンハッタンまでの白タクに出会うと、本当にね、いくら取られるかわかんないですかね。私一回食らってますからね。50ドルぐらいの区間を400ドルか450だったかな。請求されました。で、全然知らないところを驚されました。っていうこともありましたんで、気をつけてくださいね。一番気をつけなきゃいけないのは JFK 空港からの、白タクですね。あとは街中であんまり聞かないんですけど、僕何回かね、イエローキャブじゃない人にタクシー探してたら声かけられましたんで、まあ基本的に声かけてくるタクシーには乗らないってことだけね、押さえておいてください。で、次に、ぼったくり、CD コスプレ、あと地下鉄ですね。まず CD から。タイムズスクエア、この前見たのはブルックリンブリッジ、あとはアポロシアターの行き帰りでも見ました。CD のぼったくりは、CD を渡してきて、まあ、普通に金を請求してくるのもそうなんですけども、 CD に名前書くから書いてくるんですよ。名前教えろって言って、だからそれも名前教えたら終わりだと思ってください。まあもちろんね、断れるかもしれないですけども、まあ名前を教えろ。CD のぼったくりは基本的に無視しましょう。CD いらないじゃないですか。いらないんですよ、CD。観光しに行ってるんで、CD はいらないんで。話、どこ出身みたいな感じで声かけてきますんで、絶対片手に CD 持ってますんで、覚えておいてください。CD のぼったくりは無視しましょう。で、あとね、コスプレ系の、人。タイムズスクエアに一番多いですけども、コスプレ系の自由の女神、ミッキー・ミニーら辺ですか。あとディズニー系のコスプレしてる人すげー多いです。で、それ写真、何にも言わずに写真撮ってきます。写真撮ろうよって言ってきます。撮ったら20ドルぐらいね、撮られます。それ2200円ぐらいですよ。まあ、撮りたい方はいいんですけどね。不意にね、そういうのにね、巻き込まれないように気をつけてください。これ実際にすごい多いんで、自由の女神の格好、コスチュームして着てる人すごい多いんで、まあ、どうしても撮りたい方はね、事前にある程度英語の能力が必要かもしれないんですけども、交渉して、撮られることをお勧めします。正直ね、撮ってから交渉するといくら撮られるかちょっとわかんないんでね、気をつけてください。で、次に、地下鉄の切符売り場。地下鉄の切符売り場。この動画でもね、紹介してます。地下鉄の、機械ですね。あれもね、ちょっとわかりづらいんですよ。
まあ、うち僕の動画見て、完全にマスターされていかれたら絶対大丈夫だと思うんですけども、やはりね、表記が日本語表記あればいいんですけども、たまにないんですよね。たまに英語しかなかったりして、あとなぜかね、郵便番号を入れろっていう画面がね出てきたりするんですよ。まあ、それ0を5回で突破できるんですけども、いざね、その場で後ろに人が並んでるその状態で、来られると結構プレッシャーすごいんですよ。まあ、もちろんね、すくまで待つっていうのもあると思うんですけども、やっぱり焦っちゃうとね、うまくいかなかったりもしますし、でね、その時に声かけてくる人いるんですよ。これ私も一回声かけられて、まあ私は断ったからいいんですけど、やっぱり多分ね、私の友人とかでそのまま手伝ってあげるよって言われて、手伝ってもらって購入したら、30ドルのチップを要求されるっていうね。3000円のチケットを買って3000円のチップを払うっていうよくわかんない状態になったみたいなんですよ。そういうこともあるみたいなんでね、地下鉄の、もし地下鉄でどうしても困ってどうしようもなくなった場合は、自分の携帯で調べる、もしくは MTA の服、洋服がですね、基本的に MTA の人は MTA の制服を着てます。もしくはジャケットみたいなの羽織ってる、もしくは友人ブースで購入する。それだけ押さえててください。アニーに教えてくれる人から、購入するとね、チップ請求されるかもしれないんでね、それもね、本当に嫌な気分になっちゃうんで気をつけましょう。で、次に、お酒とタバコですね。お酒とタバコ、まずお酒、まあ、お酒は21歳以上だったらね、基本的に飲める、アメリカでは飲めるんですけども、公共の場の飲酒はアメリカは禁止されてますんで、公園とかね、歩きながらとかそういうのできませんので、日本では結構当たり前にできることが、アメリカで本当に捕まるかもしれないんでね、やめましょうね。それだけ頭入れといてください。アルコールはね、そうですね、まあ、21歳以上で基本的に購入するときに ID を見せられるんで、パスポートはね常に携行して持ち歩くことをね、お酒を飲まれる方はねお勧めしますね。基本的にホテルのチェックインとアルコール買うときは絶対 ID 見せろって言われると思いますんでね。まあ、お酒はそこまで、外で飲ま、その路上で飲まない限りはね、公園とかもダメなんでね、そこだけ抑えていただければ大丈夫だと思いますね。次にタバコですね。タバコ本当に気をつけましょうね。空港、ホテル、レストラン、カフェ、全部、あと公園、全部吸えませんので、全部吸えません。ですので、基本的に外です。外だったら吸える。っていうのがニューヨークって感じですね。で、喫煙所みたいな場所もありません。まあ、たまに灰皿ホテルの前に置いてあることはありますけども、基本的には少ないです。で、皆さんポイ捨て。本当にポイ捨て、皆さん。だから基本的に道路にね、タバコの吸い殻すんごい落ちてます。ですので、ポイ捨てするかしないかは、まあ、その人の個人の問題なんで、私がどうのこうの言うことではないと思いますんで、とりあえず、外で吸いましょうね。ホテルとかで吸った日にはどうなるか分かんないぐらいね、請求食らうと思いますんで、ホテル内とかレストラン内、空港内ね、全部禁煙ですので、タバコはね、外で吸いましょう。で、喫煙、灰皿も少ないんでね、もし灰皿って思う方は携帯灰皿、ね、持っていきましょうね。全然灰皿ないと思いますんで。で、次にですね、上着です。私ね、結構寒がりで、この動画でもね、結構、ウルトラライトダウンだったりフリースだったり着てるの結構動画で見せてると思うんですけども、飛行機内もそうなんですけど、ホテル、あとは美術館、すごいクーラー効いてるんですよ。すごい効いてる。ですので、まあ、ウルトラライトダウンぐらいをね、1枚持たれていくことをお勧めします。私、この前の7月、ニューヨーク行った時も、ウルトラライトダウンも来ましたし、上下ロンティーとロンパンのセットも来ましたし、寒いです。まあ、私、まあそうですね、機内もそうですし、ホテルも寒かったんで、来ました。
まあ、それエアコン切っても寒かったですからね。まあ、機内はまあ寒くて来たんですけども、ホテルはエアコン切っても寒かったんで、あの寒がりな方はね、あと美術館をメインで行かれる方、確実に上着持ってきましょうね。私6月の時期に結構外は30何度とかの時に美術館ね、すごいあの長い時間行く予定だったんですけども、無理でしたね、寒すぎて。それはウルトラライトダウン着ても寒くてどうしようもなくて出ましたねっていうのもありましたんで、ある程度ね、あの外は暑いんですよ、でも中は寒いみたいな感じなんで、脱ぎ着ができるね服装で行かれることをお勧めしますね。で、あとウルトラライトダウンは一応持っとくことをお勧めします。で、最後に最後じゃないですね、あと次に歩きやすい靴ですね。まああの女性、特に女性の方ね、あのヒール履きたいと思いますけど、できればスニーカーをお勧めします。で、道路事情もね、歩道状況もあんまり良くないですし、あとね、地下鉄の通気口とかも結構多いんで、網になってるとこも結構多いんですよね。完全にはまると思いますんで。で、あとニューヨークはね、施設がどこも広いんで、すごい疲れると思います、観光自体は。ですので、スニーカーね、歩きやすい靴ですね、スニーカーというよりか、そちら持ってかれることをお勧めします。で、最後にですね、携帯、スマートフォンですね、電話できる状態のスマートフォンを持っていきましょう。っていうのも、やっぱりね、何があるかわからないのが海外旅行なんで、もしね、緊急時に警察が呼べない携帯を持っていても、正直、なんか持ってたのにってなってもしょうがないので、レンタル Wi-Fi でずっと機内モードでね、国外滞在しようっていう方も多いと思うんですけども、できればね、電話できる状態のスマホ持たれることをお勧めします。まあ、当チャンネルではですね、モーストシム、ちょっと画像これに出しておきますけども、モーストシムっていう、日本でね、セットアップができて、現地でシムカードを入れ替えるだけで使えるっていうシムを紹介してます。で、5日間で、ニューヨーク、ハワイとかね、そこら辺で使えるんですけども、5日間データ無制限で、電話もかけ放題で、2280円です、5日間。安くないですか。まあそれはいいとして、まああの私のおすすめはこのモーストシムで、まあ、基本的に私ニューヨーク行くときはこのシムを、私もシムロックしたスマートフォンを、シム入れ替えてね利用してるんですけども、まあ5日間で2280円ですからね。それでデータ通信無制限で電話もかけれるということなんで、あのおすすめとなっております。データ通信無制限ですごくないですか。だからニューヨークで、まあ、何か調べ物みたいな感じで恐れる、そのデータ制限がねかかる心配もなければ、まあちょっと夜時間があって YouTube 見るとかもできますし、そういう意味ではねすごいあの利便性が高いんでおすすめとなっております。ひとまず、緊急時にね電話できるスマホで、ニューヨーク行かれることをお勧めします。その私自身もねちょっとその白タグで怖い思いもしましたし、街中で路地で血だらけになってる人も一回見ましたし、まあ、で 2,3 年前にありましたよね、日本人を狙った観光客を狙ったその事件が、まあ、そういう時にね通報できない携帯だとね、切り替えるとか手間がね、多分頭回んないと思うんで、できれば通報できるね、携帯電話、スマホを持っていかれることをお勧めします。いかがだったでしょうか。今回ババッと話しちゃいましたけど、まあニューヨークのね、私が知っている、知識、豆知識なんかをね、今回紹介させていただきました。役に立った方、いいねとチャンネル登録ね、ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。